藤井優は、広島県広島市西区出身の元射撃選手。ライフル射撃ナショナルチームコーチ、監督。日本ライフル射撃協会常務理事。デジタルスポーツ射撃連盟理事長。日本オリンピック委員会評議委員。早稲田大学小学部卒業。おさむ道中学校を2年まで広島で育つ。早稲田大学時代に全日本学生選手権で優勝。 1970年、西ドイツビースバーデンの国立射撃学校へ留学し、帰国後は日本選手権で3度の優勝を誇った。1996年にアトランタオリンピックのピッチングコーチに選ばれる。1999年に日本ライフル、射撃協会理事、選手協会委員長に就任し2000年、シドニーオリンピックや2004年アテネオリンピックなどの ナショナルチーム監督を務めた。選手引退後、東京、お茶の水で、重宝点検射撃用品、センター、ヘイリン館を設立。経営の傍ら多くの射撃選手を就職させ、育成した。また、モントリオールオリンピック金、メダリストラニー・バッシャムと共同で、アメリカテキサス州、セギン市に、テキサス射撃学校を設立した。2000年には、 レーザー光線銃を使うデジタルスポーツ射撃を発案。日本代表チームの合宿を山形県高畑町で行ったのが縁で、DSS 連盟事務所を高畑町に置き、競技名も高畑と命名した。また1970年、西ドイツの国立射撃学校留学時、当時アメリカ陸軍射撃チームの無名選手だった、ラニー・バッシャムと出会い、信仰を深める。 藤井は日本チャンピオンとなった後、選手を引退したが、ラニーはその後も射撃を続け、1972年のミュンヘンオリンピックで銀メダルに輝いた。しかし、ラニーは金メダルを期待されながらも、プレッシャーに潰され、銀メダルに終わった。悔しさから精神との戦いが必要と痛感。当時は精神を訓練する方法を教えるようなものはなく、 オリンピックの金メダリストに直接やり方を聞いたり、いろいろな本を読み情報を集め集約し、スポーツの世界にメンタルマネージメントという理論、手法を最初に取り入れた。その結果、ラニーは1976年のモントリオールオリンピックで金メダルを獲得した。1979年、テキサスでこの講義を受け感名した藤井は、 日本ライフル射撃協会の協会員として日本の選手たちに伝えようとしたがその内容があまりにも従来のライフル射撃界で教えられてきたことと異なるため選手に教える前にまず自分で試してみたいと同年日本で営業を始めたマルチ商法業者のアームウェイで試したこの理論を実践して大きな成功を収めた藤井はその後 更新の指導のみならず講演活動等でこの理論を日本で広めた。勝つために意識と死体意識とセルフイメージの3つの精神活動をコントロールすることを基本とするメンタルマネージメントの理論は現在ではスポーツ界のみならずビジネスの世界等でも広く認知されている。藤井は日本におけるその草分けであり、 ラニーの理論を翻訳し構成したのが1990年に刊行されたメンタルマネージメント、勝つことの秘訣である。ありがとうございます。